はいみなさん、こんにちは、ゾンビ先生です。Horizon Zero Dawn 実況プレイ始めていきたいと思います。いやー、まずね、ちょっとこのオープニングムービー、えー、見ていただきたいと思います。綺麗だねー、これ。すごいですねー。いやいや、どうしたんだい寒いのは嫌い赤ちゃん、今日はお出かけだ。私たちは儀式を行うんだよ。 赤ちゃんかわいいのああ。おほら、これを。そのこのブーっていうのやるよね。娘のものだ。よし。うわぁ、すごいね。今日は命名の儀式の日だよ。だが、女神は答えるだろうか。 なんかこうモンスターハンター的な感じもあり。わあ、自然がすごいな。あもう映画のオープニングっていう感じですね。完全にね。普通なら母親が名付けるんだが、お前にはいない。村人全てが参加し、長老が儀式を取り行う。だが、我らは異端者だ。異端者 それでもしきたりは守らねばでなければ信仰心のないものになってしまうだろう古の者たちのようにな弱さが破滅をもたらしたのだそして我らに恐ろしいものを残した空や水、大地、そして鉄の脅威だああ、いや、えぇ、ー、キリン キリンかキリンにしちゃでかすぎるね。うわー、で、機械なんすね。うん。いや、この世界は、機械獣っていうね、こういうのがいっぱいいる世界なんだそうですよ。獣の狩りと機械の狩りは全く別のものだ。彼らの力を私たちは敬わ,敬わねば。いずれお前にも教えよう。はい。 すごいね。機械獣って言ったらさ、マジンガー Z なんですけどね。<laughs> マジンガー Z の敵で機械獣っての出てきますけどね。はい。ということで、まあこういう、なんだろうな、ハイテクなのかローテクなのかみたいな世界なんですよね、ここは。はい。うわー、すごい。きれいなしかし、風景の綺麗さがすごいね、このゲーム。 大長老ティルサ様どうしてここに儀式を禁ずるつもりかおう大長老ティルサ様大長老なんだ、めっちゃ偉そうだね。うなんか悪いことしましたか おお喋っても良いですよ喋っちゃいけなかったのまさか祝福をおたえにうん、半年育てた。でも我らは異端者です。ああ、まあ子供に罪はねえよなっていう話なのかな。う大長老は自由に祝福できる。では、つつしんで、うん。儀式の準備を。 わあ、すごいなあ、なんか。あ、名前をこれで付けてあげるっていう話なのかな、うん、この幼子に名前を与えください。あなたの尊き愛がこの子を温めてくださいますよ。さあ、この子の名を。アーロイあ、アーロイっていう名前にするんだね。なるほど。ライオンキングしてるね。<laughs> <laughs> ライオンキングしてますね、はい。今この子の名は祝福されました。あなんだ、ランスラ。あ反対する大長老なのかなティルサ。うん。えー。私は言われたことをしたまで。 いやーそんな愛情を注がずに育ってるなんて無理だよ。<laughs> ねえ。ノラ族の一員でもないのに、私はノラを守る。そしてお前も。いいか、どこへ行こうと。そばにいよう。いやー、めちゃめちゃいいじゃないですか。なんか泣きそうだ。<laughs> 子供が、子供が可愛くて泣きそうだ。はい。Horizon z e r って出るのかなあー、出ました。はい。ということでね、まあ、ゲームやっていくんですけども、えー、難易度ですね。世界の探索とストーリーを純粋に楽しみたい人向けの難易度、えー。ノーマル、冒険と戦闘のバランスが程よく取れた難易度。ハード、より高度な戦闘が求められる難易度。 えー、かなり高度な戦闘技術が求められる最高難易度ということで、いいで活かしていただきますね。はい。えー、それでですね、まあ、どうしてね、この作品をちょっとやろうかなと思ったかというと、えー、今、2022年の1月5日なんですが、えー、この日付でですね、えっ、ー、と、PlayStation VR2 っていうね、えー、プレステ5用の VR システムが、 えーまあ、発売されますよというか、まあ、制作されてますよっていうあのニュースがですねありましてでそのですねその専用ソフトとして「ホライゾンコール・オブ・ザ・マウンテン」っていうものが制作されるよっていう発表がねあったんですね。で、まあ、その1作目っていうことで、えー、こちらのね「ホライゾン・ゼロ・ドーン」っていうのをやってみようかなと思いまして、えー、今回プレイしているところです。 えちなみにですね、このホライゾンに関しては、ホライゾンシリーズに関しては、プレステ s 5まあこれ4でもできるらしいんだけど、ホライゾンフォービズウエストっていうね、新作も出るというふうに言われてますえ。こちらはですね、2022年の2月18日に発売予定ということで、だからちょっとね、このホライゾンシリーズね、これから来そうというか、はい。 あの新作が出るということなので皆さんぜひ注目していただきたいと思いますねということでえーゲーム始まっておりますよあ成長したのがこの子なんだねさっきの赤ちゃんがねはいいやいやいやいいねノラノラの母親うんこれどうぞってねあ嫌われてる ああやっぱその異端者の子だみたいな話かあーあの子は異端児を話しちゃダメいやーかわいそうねうんいやーだってでもね名前祝福されてるんだからいいと思うけどダメなんだねやっぱり村八分みたいになってんだなあ怒ってるまあそゃやだよねねえでもこの「異端」 社とか痛んじって何なんだろうな宗教があるのかなでなんかその宗教があってなんかその基準で痛んだとかってお,うおうなんかすごい高さから落ちた大丈夫大丈夫かいおちょひどい目に遭ってんなしかし綺麗だな映像がはいおでこのねゲームを、えー、制作されたのは、えー、ゲリラという、えー、会社ですね あ、ロスト。ロストはさっきのね、あの、おじさんというか、ですよね、うん。声が聞こえないんだ。参った参った。ねえ、これって洞窟メインクエスト追加、過去からの贈り物。へー。うわー、洞窟だ。危ねえ。なんか上めちゃめちゃ尖ってる。どっち行こうかな。どっち行くとか、マップとかもないよね、多分。まあ、とりあえず左の方に行ってみようか。 わあ綺麗なしかしこれああ草が草が生えておるおおおおおお何何何ああーコウモリねああびっくりするな本当 <laughs> これ今ねプレイステーション4で、えー、プレイしていますがこれ5になったらすごいだろうなああ、えー、四角でしゃがむ立つということですので、えー、しゃがみましょうはいよいしょよいしょいけた 立ちますあ、何なななんんんだだかあれだね結構こう未来感のある、うん、鉄の世界、うん、ああその壊れた文明の遺跡というかですねああすごい世界だうわあ綺麗ないやいやいや なんか出てこないか大丈夫あネズミがいる <laughs> 早いなすごい早いネズミがいたへあここ入れるのかなここ行けんのかな,のかなうわうわわわわ揺れてる揺れてるあ本当だ出口見つけないとねおいやロストは大事に育ててんだねこの子をやっぱりね危ないから近づっちゃダメだよって言ってるんだわこれはなんだろう えー、なんかパソコンに向かってた感あるななんか椅子がありますよ地面から椅子生えてるけどねでなんだろうこれペン立てみたいのがありましてまあペン立てとして使ってたのか紙にねまだ書くっていう文化があったのか あるいはあのタブレットをペンでこう操作するみたいなね、それ用のペンだったのか、ちょっとわかりませんが。いやー、すごいなー、なんか遺跡気になってんだね、この最新、おな、なんだあれなんかあるよ。ね、あれなんだろうあれなんだろうなんかあるよ。うん。えー、すごいなー、もうすごい最新危機器感があるんだけど、それがこう、朽ちちゃってってなってんだね。うーん。 上に上がっていけばいいのかな,な何一つ分からんのだけど、まあ、頑,張頑張っていきましょおお、まただ、まただ、まただ、わわわわわわ。コウモリが、コウモリ住んでんな。あれなんだね、機械獣だけじゃなくて、ちゃんとあの生き物は生き物でいるんですね。うんよしよし。奥の方に何かある。なんだなんだ。何があるのうわあ、わあ、上から根が、なんか根が生えてる。 このドアをね、抜けていけば。ああ、ま、まためちゃめちゃコウモリいる。<laughs> めちゃめちゃいる。え、死んでる何があ、あ、ほんとだ。あそこで人が亡くなってますが、降りれるこれ。ジャンプ大丈夫死んじゃわない ?OK。おお、かなり高いところから飛んだね。わあ、花が揺れてるわ。えーキラキラしたのがあるよ。えーあるああ、ははは。あ、この。 この耳についてるやつかええー、あなんだろうおなんかくっついてるすごいなキラキラしてるよ本当におおお大丈夫？じうん、すごいなな何に使うんだろうなんか耳に耳のところにつけると使えるやつなんだろうかすごいちっちゃいねおおーおおおなんか勝手に張りついて。 ええー、すげえすげえな,なんだ何をするマシーンなんだろうこれはええー、いやーこれさ VR とかでこの世界体験できたすごいよね <laughs> なんかいや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 おおええー、おわわ,わなんかあれかな起動スイッチみたいなのだったのかな えー、光がそこら中に Lights Everywhere どど本当でどうなってんの ?R3 でフォーカスをオンオフできるあこれで切れるんだねあーでオンにしたら何が見れるんだろううわなんか調べられるのかなこ,この人はこの人は別に調べられないのかねうわーすごい、えー、何かが起動したんだなとりあえず あ,ああ調べられる。電源オフ。施設の扉。強固な防爆扉。機密性は健在。って書いてあるね。あそこまで行ってみようか。よしよし。すごいの手に入れちゃった。なんかここへ来て。鉄の扉閉まってる。これを使えばなんとかなるかな。そうだよね。ちょっとスキャンしてみようか。うん。 どうやって開けるの強固な防爆同じだね機密性は健在お横にもなんかある電力ケーブル補強されたプラチナ製胴体あれは何コードネクサスこれなんだろう扉につながってるみたいだけどコードネクサスホログラムディスプレイ付きの機密暗号化ポート 何言ってるかちょっとよくわからないんですけど <laughs> 近くにあるホロロックの会場に必要な設定のデータありで電力ケーブルが流れていってホロロックあっこれホロロックってさっき言ってたやつだ標準的なホログラム UI を備えた、えー、電磁セキュリティ装置インターフェースにアクセスできないまあなんか半分ぐらい言ってる意味がわからないんだが <laughs> まあとりあえず行ってみようかあの別の部屋だったよね多分ね とりあえず行ってみましょう。なんか、あまり意味が取れないんですけど。なんだろうあ、ネズミがいる。ネズミスキャンできるかなネズミスキャンできるおお、ネズミ、ネズミ、スキャンはできないのかなネズミ、ネズミ。多い。スキャンはできないんだね。は <laughs> い。ちょっと方向がわかんなくなりそうだ。ここか。ここかい。うん。来たね、来たね。これなんだろうまた机があって。わ綺麗れな。しかし、うん。 すごいすごいあのあのちっちゃいね端末を頭につけるだけでこんないろいろなものが使えるようになったんだねあそこかうんこれはなんだろうこれはなにこれは別に調べてもわかんないのかネズミあネズミ調べられた <laughs> ネズミよかったはいはいこれこの辺があれだよねさっき調べてたやつだよねうん電力ケーブルはいはいでこ,これじゃあ行ってみようか なんかあるファロって書いてあるね。あ、別に何もないのか。ホロロックを使ってみようか。これがホロロックなのね。ホロロックを半時計回りに回転。ホロロックを時計回りに回転。えー、どっちだろう時計回りに回してみるじゃあ。はい。何も起こらんね。もう一回回してみるうん。おぉ、ただ,だ。お色変わった。え、合ってたのかな 別にな何でも良かったんだろうか <laughs>。ちょっとよく分かんないですけど、時計回り、2回時計回りしたらいけましたうな。なんだろう、これあれかな、最初に打ち込む、その、なんていうのかな、やつで変わったりするんだろうか、あとあと。よく分かりませんけど、もう主人公と同じ気持ちだよ <laughs>。何か何が起こっているのかよく分からないみたいな <laughs> あ。あド、ドアの色変わったよ。 ねドラって言っちゃった。<laughs> はい、ドア開く。ほ、うんほんほ、うん。おーおー開いたすごいすごい。なんかもう行ってないとこいっぱいある気がするけど。ねこれ何なんか調べたらわかるのかなねこれなんか音が出るのね音が出るんすか何ボタンだろうなあ、これ違うね。なんだろう 音がなんか出そうな感じだけどあ,あ,あったあったあエバンズ主任宛ての通知メッセージああ,あ,あブラッククォーツの暗号がああホロクリッドに送りましたあというメッセージなんすねあまりにも断片的すぎて何一つわからんが <laughs> 何なんだろうって感じだけど <laughs> ねえすごいね まあ今みたいな感じでそのデータ音声みたいのが残ってたりするんだね。それをこうちょっと見ていきながら。はいはいはい。これは凍ってるのかなねうわぁなんかすごいね。すごい世界だなぁ。よしよいしょ。おっとおっと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 。ね気をつけてね。危ないからね。うん。うわぁ。うん。 すごいね。あ、でもこんなところにもちゃんと花咲いてたりするんだ。あそこに出ればいいんだね。このドアをね。あれ何あれまたまたなんか人死んでないあ、本当だ。同じだ。同じだね。もう一回これスキャンすればいいこれはし、あ、ここをスキャンするのか。オッケー。 お,お誕生日おめでとうアイザックああこういうなんかはははビ,デビデオレターっていうか立体ビデオレターみたいなあー、うんうん、あーなんかあれかな近くにはいられなかったからその立体ビデオレターでこう誕生日お祝いのメッセージをね送ってるっていうことなのかな。 いやーいやー悲しいなんかなんかいやーね、うん、あすごいちゃんとしゃべってるねいやーなんていうかいやいやいい話なんだけど <laughs> で,もでもすごい前のことなんだよねこれきっと。 でさここで死んじゃってんじゃんお父さんおうちに帰れなかったのかなえー、っとーここはなんだキッチンみたいな感じねえむっちゃ草生えてるけど大草原草あね不可避になってるけど隙間を抜けるこれなんだろう飲み物かえーねえわー細かいなめっちゃいろんなとこ つくね、ちゃんとなんか作られてるよね。隙間を抜けましょう。ね、子供だからこそという感じだね。こういうとこ入っていけるのはね。あー、こっちにもなんかあるな。方向としては向こうなんだろうけど、ちょっと、ちょっと寄ってみようかな。ね道に迷わないようにしないとね、出たい、出たいは出たいからね。おここにもなんかあるよ。これは何だろう。こスキャンしますよ。これをスキャンすればいいんだね。 はいデータポイントログコナーシャッソン、うん、ログコナーシャッソンねおう1月1日に記録って書いてあるな、うん、1月1日だってうんエヴァンズ主任がみんなを共用スペースに集めたどこで見つけたんだかパーティーハットまで用意してなみんなで時計の針が真夜中に向かうのを見て思った この意味を分かってるのは俺だけかって。スカイラーが酔っ払ってりゃ行った甲斐もあったけど、俺との関係は彼女にとって過ちだからな。おというデータなんですね。もう断片的すぎてなんだか分かりませんけれども。はい。他に何あ,あそこでも人なくなってますよ。えぇ、ー。すごいなええー、って感じだよね。 わあ、あそこに、うわ、あれもなくなってるんですかね。あ、人だ。どうなってんだ、これ。ねえ終止。データポイント、終止符。音声ログ、データ破損、重度。度おお<ー>。へえー。でもみんな笑顔でさ。シャナが薬を配ってたよ。まるで生きていることが苦痛って感じにね。 俺は違う。おうおうあんな風に俺は死にたくない。俺は人生にしっかりと終止符を打つつもりさ。いや、びっくりマークかもな。えー、どういうことだおう誰かがそれで気を悪くしても気にしない。これでもう誰にも借りは作らない。えー、なんだ、えー、うわ え銃で撃ったのかあそれでここでなくなってるんだねいやーちょっとなんかなんだ怖いなすごい世界だなここえー、他はないかないやーでもまあちょっと寄ってよかったかもなちょっと寄ってよかったかもしれませんがうんこ,こっちで合ってるかなこっちで合ってるかなこっちだよね うん他にはいやいろいろちょっと探索しないとね何なんだここはここはここは抜けらんないんだねこっちこれはこっち行くしかないかあネズミネズミさん <laughs> ネズミさんがはいはいじゃこれで上がっていけばいいってことかなねこれで上がっていけばいいみたいだねはい上がりましょういやー何が起こったんだろうかねえ それでなんか分かんないけどこんなことになっちゃってんだよね世界がねえな何だろうえっとなんでこんなとこで本当だよね何があったのだよほんとそう思うあこれとかもああこれも人亡くなってんのかはいったくマジかよ後世のために録音するだって 本当に最高のアイデアだよ。これでもまだ後世のために何かしろっていうのか。後世のためじゃなければ俺はここにいなかったって言いたいのかもう俺はまっぴらごめんだね、構成なんて。もう何何、なんか未来のためにってみんな、なんかみんな未来のためにって思っていろんなことをやってたのかなそれがなんかどうしてこうなったっていう感じだけどね。 これは別に何にもないんだ。あ、今のなんだなん,かなんか青いの、ね。ストライダー。あ機械敵の機械って書いてあったね。新種の機械ストライダーだって。あデータポイント。えなんか歌ってる。えなんか歌ってる。ああ、この人か。 えー、歌ってるようわ怖い怖い何だろうなんかさ最後死にそうになってなんか国を思い出したりとかして歌ったのかなやばいななんかどういう世界これおスカイラー・リベラおマチュピチュ あー何行きたいところを言ってるのかなオーウェンと一緒に行けばよかったほんとバカ行っとけばもうえ <laughs> いやあもうねでもそんなこと言ってもねこなんかもう引き返せないとこに来ちゃったみたいなことだね <laughs> おうんうん レトロな模様の服をまとって笑っていたわ。えー。ミヤ、ミヤサイードっていう人らしい。ふふ、<laughs> 一瞬だけど、私には分かった。ずっと一緒にいる運命だって。いやー、なんかね、いろんなことがここで起こったんだろうけど。 えこれさっきの歌かあ歌だね <laughs> ちょっと怖いんで <laughs> すいません途中で再生を切らせていただきましてあ上あ上にもなんか人いるけどあれは違うんだコナーこのシャスあこれも聞いたかなあそうだよね後世のために録音するってって,ってやつはいはいはい OK まあなんかいろいろいろ大変なことになって ということは非常によく分かりましたんでそろそろちょっと先に進もうかなと思うけどうわあ、ここにもいたジャクソンフライええーうん、チャナがくれた薬が本当に強くてなあはなんだろうお祈りをしてるのかな最初からだね あなるほどなんかいろいろはいちょっととんでもないことが起こったんだなということはよく分かりましたのであああ迎えに来てくれてああいるいるいるんだようんああ怖かった出てきた出てきたはい出れた出れた,出たいや怖え大いなる母よさあほら捕まって あそこには行っちゃいけないほら <laughs> お頼りになるなやっぱおじさんは、うん、アロイここは禁じられた場所だあれは鉄の世界のそれはなんだ下にあったのか渡しなさい あるいそれは危険なものだなんか知ってるのかなどう,どうしてこうなったのかとかねえ分かってるんかなやっぱこの人はでもなんかすげえ便利そうだったよ手に入れたものはねそうかそうやってこっそり抜け出すなら荒野で生きる方法を学ばねばな 来なさい帰るぞ。ああ。だが、明日からは狩りの特訓をする。なるほど。はいはいはい。なんかね、まあ大事に育てたんでたんだけど、まあね、こうやってもうそろそろこう大人の第一歩かなというかね、うん、君にも、なんていうか生きる知恵を教えなきゃならんなと、そういうことだったんだな。はい。おう、何してるんだああ。 これあれなのかなああ、つけてる人しか見えないんだな、これどうやら。ああ、そうかそうか。ほら、この弓を。棒って書いてあるね。<laughs> じゃあ、ちゃんと説明してくれてる。もうそのおもちゃとは話すな。さあ、谷を下るぞ。おいで。 ああ、見えないんだ。あ,あの、光は。つけてる人にしか見えないんだな。なるほどね。はい。さあさあ、狩りの方法を教えてくれるそうですよ。あら、荒野は危険だらけだそばを離れず言う通りにしろ。わかってる。さあ、昨日お前は落っこちて怪我をしたろ。まずは手当てだ。この袋を持って薬を集めるぞ。おお、 袋はい薬を集めようこの植物見てみろこれは安らぎの花おらこいつの実を集めてこい集める見ようはいはい実ですね三角安らぎの花をおうんあ食べてみろお食べてみますおえ苦いかもしれんが命を救ってくれる袋は常にいっぱいにしておけ薬光のある実や花でなあそこにもなんかあるよ なんかある取ってこよう。木だね。木があった。うわー、すごいね。うわー、気持ちいい。すごい、すごい。こんな世界なのか。うわー、うわうわうわ、すごいな。超はしゃいでる。<laughs> えでも実、実がなんか他にあんのかなあれぐらいしか見つからないんですけど。ね進んでいけばあるかな この谷は安息の地の一部に過ぎん。安息の地ノラ族がこの地を守り、危険な機械を追い払っている。普段はな。え機械ですかあ危険な機械がいるのですね。それと戦わないといけないのかなうん。いや、すごいわー。綺麗いわー。うわぁ、見て下流の先で機械の群れを探して、狩りを教えてやろう。 機械はみな危なだ。やつらを甘く見てはならん。だが私が一緒だ。頼りになる、おじさん。おじさん、おじさん大丈夫かななんか近々なくなっちゃわないなんか <laughs> やめてよ。ねえ。おお。うむ、あるい、機械が来るぞ。カガンで背の高い草に身を隠すんだ。ああ、さっきのね、四角でしゃがむ。しゃがみます。 お背の高い草に入ってしゃがめば警戒していない敵には見つからずに済むはいいたぞかがむんだアロイ待てあの機械はウォッチャーというやつだこの荒野で生き延びたかったらやつらに絶対見つかってはならんうわめっちゃかっこいいええー、動くなじっと待つんだいやちっちゃいっつうけど結構でかいぞうわー恐竜みたいだね かがんだままあの背の高い草までついてこいわかりました頑張りましょういや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 おっともう一匹待つぞはいはい待ちましょうどこどこえどこどこにいるのうわ来た来た来たよくわかったねあんなところから来てんのうわーすげえ。さあこっちに来いど,どっちどっちどっち,どっちごめんなさい <laughs> ゆっくり動けば音も立てずに済むそれにかがんでいる方が静かだろうああ待つんだわかりましたわあまた来たまた来たうわーすごい世界だねこの機械だからさっきの施設の人たちっていうかその時の文明人が作ってたのかな今ので最後だ進もう で、この人たちは何なんだろうね。もういいんですかおじさん、もういいのかはいはいはい。よくやった。気づかれなかったな。気づかれたらどうなるんだろう離れるな。群れはこの先だ。ね見つかったらどうなるんだろうなんか他のやつとか来たりするのかなね奴やつらが襲ってくるんだろうか。ねおじさん、どうなんのむちゃ興味あるよ。あ、人がいるよ。 ねうわうわ、身軽だな。ね人がいるわ。<誰>あれは誰無視するんだ。<も>そうなんだ。なんであそこにねえ、うわ、身軽だね <laughs> おねえ、笑ってるよ。おノラの子さ義勇兵。えー、むしろいいか。 彼は部族の人間だ。お部族愚かなことだな。へえ、部族がいる。さてと、群れを探そう。来い。えー、っと、なんかほら、回復アイテム的なやつあるあ、これはヤガラの木っていうやつを今ね、集めましたよ。他にもなんか植物とかね、なんか回復アイテムになりそうなものとか欲しいな。 ゾンビ先生欲しいけど勝手にいっちゃダめ。うわなんだあれえー、なんかすごいでけえ牛みたいなやつがねえごめんなさい <laughs> おじさんごめんなさい行くわごめんねほら見ろあいつはストライダーだストライダーストライダーヒリュってなかったっけおー逃げてっちゃうんだやつはね逃げちゃったよ 奴らは人間に気づくとすぐに逃げてしまう。覚えておけ。お、はい。へえ。だからこっそり近づくんだ。平気だ。谷の先で追いつくだろう。見てろ。はあ。ちゃんとその機械の生態というか、ま生、あ、態っていうかね。お前の手のひらくらいの石を探せ。言う通りにしろ。石を集めたら使い方を教えよう。あもう余計なことは聞くなと。<laughs> ね、余計なことは聞かずに石を集めろと。ね。あ手のひらぐらいの平べったい石は、あれですね。水切りをするのにいいですね。はい。ね。や、念のため、ちょっともうちょっと拾っとくわ、おじさん。ね。まあ、十分だって言われたけど、ちょっとできるだけたくさん拾っとくわ。拾えるものは拾っとくえるうちにね、拾っとこうよ。はいはい。石ばっかなんかな他になんかアイテム的なものないのかな石,石ばっかなのかな ね、石いっぱい落ちてんな。水切り練習めちゃめちゃできるね。よしよし。石を拾う。あれは何だ何だろうねあの、ドリームキャッチャーみたいな、なんかでかいのがありますけども。あ、これあれじゃない安らぎの花回復アイテム。いいですね。ごめん、ちょっと寄り道すぎたかな、おじさん。<laughs> おじさん、おじさんごめん。おじさん、どこ 時間を無駄にするな。すいません。<laughs> すいません。申し訳ない。楽しいんだよ。なんか <laughs> わあすごい見て。ね、ごめんね。<laughs> いやいや。もうこのこの世界がすいません。すいません。はい、早く行きますね。ごめんね。だって、この世界が新鮮なんだもの。はい。さあ、来い群れがいたぞ。よし、それじゃあ石を投げるぞ。でも石じゃ機械は倒せないんでしょ。 ああ、だが気をそらせて、罠に誘い込める。例えば、あそこのウォッチャー、倒さなければ、群れに警告されて、近づく前に逃げられてしまうだろう。警告どうやって機械は石疎通できるんだ。素早く仕留めないといけない。私が合図したら、この尾根から石を投げてウォッチャーを引きつけるんだ。ほう。合図を待つんだ。ほう。どうすんのえ え下長はしであ離すとイイ分かりましたこんなとこでどうでしょうおおすごいおじさんおじさんすげえ強いねどういっちゃダメまだ よし、もう安全だ。来い。よーい、行きますわ。すごいね、おじさん、やっぱ。行っ大丈夫かい <laughs> ガッシャーンって言ったけど。大丈夫かいこれ。うん。うわー、すごいね、おじさん。うわわわわわ。このを解体して矢を作るぞ。解体。えー、三角長押しでウォッチャーを調べる。はあ、はあはで、取る。あ、これで取れる。 はいはいはいよしやがらの木の茎はもう集めたようだなうんうん持ってる持ってる矢の軸に茎を使う矢尻の鉄はシャードだ L1 長押しで武器メニューを開くはい、えー、R で、えー、これを選択して、えー、R で選択はいはい選択して×長押しで、えー、クラフトですねはい×長押しを作れた作れた作れたよ いい感じですね。よし、作り方さえ覚えておけば、矢に困ることはない。その矢を使ってみるぞ。こい、わかりました。いいですね。使ってみましょうよ。いやいやいや、あ、これ、矢で,矢で倒せんのかね。あのモンスターというか機械、機械獣たちをさ。わ、いる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 。わ、でけえ。いいか、草の中でかがんで音を消せ。 おお、いよいよ初めての獲物を仕留める時だ。ストライダーだ。機械にしては弱い方だ。だが弱い機械とはいえハンターを殺せる。絶対油断するなよ。獲物をよく見るんだ。表面が硬くても弱点は必ずどこかにある。例えば目だ。他はどこかなおう目,目が弱点なんだね。あ,あ、で、スキャンか。あ,あ、で、ここでこれが役に立つんだ。あはははははは。 ストライダーおブレイズキャニスター弱点って書いてある目,目はどこ目はここなのかなああブレイズキャニスターっていうのが弱点なんだっておおジャンプしちゃった <laughs> 危ない危ない、うん、気づかれるよそうだなぜ分かった教えてくれた装置があのおもちゃがか嘘をつくんじゃない さあ、ストライダーを仕留めろ。目か入れ物を狙うんだ。突進してきたら転がって避けるんだぞ。難しいことをおっしゃるね。R2 で狙って、えー、あ違う違う L2 で狙って、こうやって狙って、R2 長押しで弓を引く。R2 を離せば矢を放てる。おい、打ち続けろ。おーし、倒したんじゃないおー、すごくない <laughs> おじさんどう <laughs> おじさんどう今の。ねえ、よかったんじゃないかなちょっとここに何かあるんで、はい。ブレイズ。はいはい。ねえ、おじさん。結構よかったんじゃない今の。どうはい、えー。シャードとワイヤーが手に入りますね、うん。今日はよくやった。だがまだ先は長い。続きはまた明日やろう。あ何今のは。 あの子義勇の小道を走ってるついてこい急げんんああそっちかはいはいはいあなんだなんだねえ今日はここまでかなと思ったら何か起こったよねロストについていこう頑張ってやっぱ大人は早いな足がうん子供必死で走ってるけども、うん、子供も足速いけどね結構ちょっと目離したすぐどっか行っちゃうからね <laughs> 本当に早いよね足は わあでもやっぱ大人の走るスピードにちょっと微妙についてきてない感じあるなあ、うん。よしよし。なんだなんだああ。もうちょいか。この光ってるのなんだろうね。ホタルみたいな。ああ。うわわわわわわ。おやあああんなところで。ああ。どうしたんだろう。ね あーなんか、あー落ちちゃった。痛い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 。うわー何こいつ。え、トラトラかトラみたいな。うわー強そうだな。えーあ足くじいちゃったのかな。いやいや、あいつら来るじゃん。危ない危ない。危ないよ。ねえ出だしはできない。あの少年が機械に見つかって殺されるのは時間の問題だろう。ここで撃てば、あれは暴走し。 踏み潰されてしまうめちゃくちゃゃゃくいるじゃねえか <laughs> すごいなおいでも進む道がわかるの嘘をつくのはやめなさいうわートラ本当にこっそりいけるからやめるんだねえいけるのになーって頑張れるのにお行いくぞあーああーあーらえ いやでも気づかれるわけにはいかないしねめちゃくちゃいるんだけどあちょっとあ決意を決めたな行くよってよねでも今矢をね矢を取られちゃったから攻撃もできないんだよねきっともうねほら狩人の指を手放したって書いてめちゃくちゃいるんすけど <laughs> 大丈夫でしょうかえ間近にいますがおおあ ああ、足跡をハイライト。あすげえ。そんなことできんだ。はあ。で、こいつは、はいはい、ここをこうぐるぐる回ってるねっていうのがわかるんだ。やばいやばい。これは見つかるから、えー、っとこ、こっちに行った後の方がいいね。あっちに向かってった後の方がいいんで、はい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 。うん。はいはいはい。そういうことだ。こっち行くから、 今のうちに、今のうちに、ね、ここの茂みに入るよ。見られたらダメだよ。そうだよ。木が突然なくなったら気づかれる気がするが、<laughs> 大丈夫だろうか大丈夫だろうか。あの辺のは牛系だから襲ってこないのかな。ボッチャー。あ、あれ、ネズミか。<laughs> ネズミか。足跡。おお、こっち来た。こっち来た。うそうそうそ。 そうそそそうそううう危危ない危ないいわめっちゃちきえ足跡ハイライトえー、っとやつは向こうに行くんだなよしよし今チャンス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 ,ャンスうわうわうわわわやばいやばい,やばいこっち来るこっち来るこっち来るねすかさず回復アイテムも取りましたえー、っと うわーいやーこれ空の描写がめちゃくちゃ綺麗なんですよねー。うわあ、いや、それはいいんだけど、えっと、それはいいんだが、こっから向こうは別に気づかれる要素ないのかな。あいつか。あいつ、でもスキャンがあっち側だから、大丈夫そうだね。えー、っと、ちょっと、ただね、もうもう出ちゃってんじゃん。<laughs> 念のため、スキャンしましょう。あいつはいいんだよね。 あいつはほっといていいよね。やっぱウォッチャーだよね、問題は。うん、足跡をハイライトしといて、あそこまで行って戻ってくるんだな。戻ってくるから、ね戻ってきた時を狙っていくか。大丈夫かな。あっちまで行くんだよ。あんまり余裕ないよね、でも。よしよし。うわわわわ。これ、これもうさ、立ち上がって走った方がいいかな。もしかすると。 ね、で、ここで。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。戻ってくる、また。あ、戻ってくる。危ない危ない。おお、怖い怖い怖い。あそこでスキャンしてるね。あそこでスキャンしてて、で、戻ってくるでしょ。で、そこまで行くんだよね。ああ、今の瞬間行けたのか。ね、ここはちょっと近すぎるだろう。ねえ。うわ、え嘘うそ。気づかれた おお、危ない危ない。あ、でも警戒してる、なんか。えー、ええー、怖い怖い怖い。おうん。で、そこから戻っていくんだよね。ああなんだろう。あれやってるうちに後ろ抜けられたか。ねちょっと静かにしてよ。危ない危ない。いやー、しかしすごいな、この。よしよしよし。今のうち、今のうち。今のうちだ。よしよし。 何気づいた怖い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 大丈夫あ大丈夫っぽいなえあいつあいつらが警戒してんのかな今いやいや怖い怖いえー、っとあいた,いたいたいたよしよしよしおお大丈夫か大丈夫かおお助けに来たよいやーすごいなこれえ何 うわあ、怖い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 。ついてきて。うわあ、すごい勇気あるね。で、今度は何彼を連れて戻らないといけないって話いや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 。えっ、ー、と、助けに来てくれるかな、おじさん。ねえ。おじさん助けに来てくれっかな。はい。おぉ、おーめっちゃ近かった。 足跡ハイライトしましょう。ああ、ぐるぐる回ってんのか、ここ。じゃあ、こっちだね。後ろついていく感じで。おー、おーあんなとこで。信じられないとかなんかいろいろ言ってるけど、ちょっと静かにしてもらってていいですか <laughs> ちょっと静かにしてもらってていいですかねえ。いないよね。いないよね。よしよし。 あ、いたいた。あー、ロストおじさん、ロストおじさん、帰ってきたよ。ああ、帰ってきた、帰ってきた。あーあー、ほら、助けたろ。頑張ったでしょ。ねえ。ああ、やったよ、やりきったよ。ああ、弓ありがとう。うん。それはおもちゃじゃないのか。あ ついになんか信じてくれた感じね。あなんかすごい力があるんだな、これっていうね。うん。待って、女神様の祝福をあなた方に。あなんかそういう挨拶というか、お礼の言葉なのかな。その子のおかげだ。<ー>も僕はただ。お<ー>ノラの子さん義勇兵。うん。んこの異端者っていうの何だろうな。ねえ。 は母なしごってなんだおーなんか独特の宗教っていうかなんか文化みたいなのがあるんだなきっとな。でかわいそうおー。まあ彼もなんかあんまりそのコミュニティには馴染めないんだろうかな。異端者と話してはだめなんだよ。掟きてで禁じられてる。ああそれでそうかあんな感じにされちゃってたんだなこの子もな。さあ帰るぞこっちだ。 いやー、それ納得いかねえよ、あるいは。ねえ、なんだよってなるよね、助けたのにさ。ねえ口を閉じてる。おい、口を閉じてる。うん。怒ってる、怒ってる。ねえ、もう嫌になっちゃって。この野郎は何すんだいじめか、お前。うわあ、ムカつく。何、こいつ。 こっちに来るね話5名弓で打つぞお前お、受け止めたすげえうん受け止めたよお前お前弓で撃つぞ <laughs> はい、えー、時と場合によってアーロイの反応を選択することができるおおほほう拳を選ぶと挑戦的なアクションを脳、えー、を選ぶと賢明なアクションを ハートを選ぶと、えー、石を捨てて家に帰るバストの頭を狙うバストの持っている石を狙うあなんかかっこいい左下のやつにしようか左上のもまあやってみたくはあるけどなんか問題が大きくなりそうなので左下がかっこいいよねよしバストの持っている石を狙ううんかっこよくねうんこの野郎ってやってそうほらうおかっちょいいおい ねえ、頭、頭、頭やったらどうなったのか <laughs> 気になるけど。ほらみんな、そこから離れて木の実を摘みなさい。痛いわ、空お前、投げられて。あー、血が出てる。さあ見せなさい。ほら、じっとして、拭いてやれ。なぜなぜ私はい端んじなのアロエ今その話は。私のお母さんは誰 前にも言ったが知るべきことじゃないんだ。ババ様が連れてきたとき、お前は赤子だった。ババ様たちは知ってる難しい話なんだ。でも知ってるの私たちは異端者なんだよ。じゃあどうすれば教えてくれるのチョロが方法はなくはないが。でも危険だ。 何年も訓練しなければならない。もう訓練するの試練に出る。毎年行われる通過儀礼だ。合格者は義勇兵となる。だが勝者になれば、長老が願いを聞き入れる。そうだ、勝者が望むものは何でも。私やるよ。ほう,ほう、絶対やるもん。 勝ってみせるよなるほど。なら、訓練しないとな。訓練は大変だし、何年もかかることだぞ。じゃあ始めよう。ね、来て。いやー、なるほど。そうやってね、いろいろ訓練を始めるわけだ。うん。わー、すごい。うわ頑張るね。 よしよしああ。弓の練習をして。うん。いや、こう,うアクションというかね。何かを登ったり、平行感覚大事。すごいすごい。あなんかだんだんさ、精悍な顔つきになってきてな、ね、いうん。あ、うさぎね。うさぎ捕まえられなかった。うん。ねこいつ。こいつも倒せんのうわ、見つかったじゃん。わやばいやばい。おおへー。 弓で倒せんだね、でも。あーで、これも勉強をいろいろね、学ばしてもらえるわけだ。ああ、いな、この修行シーンなうーん。映画とかでもね、この修行のシーンは暑いですよね、基本ね。うん。お、すごい。すごい。お、当たるようになってきた。当たるようになってきた、当たるようになってきた。すごい、すごい。お、いけるか走って、ジャンプ。お、お、おー。 よく左手一本で支えられるよな。すごいよな。いや自分で行くんだ。頑張るんだ。おぉ。いや、ちょっと。子供頑張ってんのに弱い。泣きそう。<laughs> すごい。いや、成長したな、お前も。っていうな。うん。あ大丈夫か。いけるのいや行けちゃうのあれ。うわすごい。あはい。それでね。立派な。 ね、大人に成長しましたよと泳いでる泳いでるすげえなうわー、ね、何年経ったんだろうだいぶ大きいよねもううわーあれ弓矢で倒せるようになってんじゃんうわー2発入れてすげえうわまだいるうわでも弓なんだね基本ね弓矢で倒すんだーうわー勝手 めっちゃいいなすごいねめちゃくちゃ強いじゃんもう助けなくていいわみたいな成長したなそろそろいいんじゃないみたいなことなのかなあすごいすごいロスト,ロストどうしたの あ、どこ行ったんだろう。おじさん一体どこ試練の2日前なのに私を置いていったらしくない試練の2日前へえはいレベル到達ということでねいやーこっから冒険が始まっていくんですねああこれでさっき訓練してたんだなはいはいはい R1 で機械の走行板を破壊できる訓練用ダミーで試そう。ということでまあね、こういう感じで、えー、どんどん進んでいくということですね。いやーもうこのさ、グラフィックのすごさと、うん、アクションの面白さと、このゲームはすごいわ。はい。ということでね、まあ、ちょっと今回の動画はこれぐらいにしておこうかなと思いますけれども。 ホライゾンゼロドーンですね。まあ、それであとホライゾンシリーズ、これからね、いろいろ出てきますんで、えー、ぜひ皆さんご自身で遊んでいただきたいと思います。いやー、これめちゃくちゃ面白いよ。いやー、よかったよかった、やってみて。はい、ということで、えー、最後までご視聴いただいた皆さんどうもありがとうございました。それでは皆さんどうもお疲れ様でした。失礼します。